だそれはめちゃくちゃ意識してたんじゃないかな。もう早引きってば、あの、ブルース、ブルーズ、ジャッジャ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 っていうのがブルースなんですけどね、大体通常は。さすがにそこまでの感じのやつはなかったですね。だから儲かりまっかぐらいかな。これも思いっきりブルース行きましたねみたいな曲はビーズで、まあ、ブルーズマン今回のソロアルバムはさすがにそのいうもなんかモロブルースみたいな曲はありましたけど、まあでもなんか結構ねやっぱりそのブラス本セクションのアレンジとかが派手なんで、どっちかっていうとセブンスブルースとかに寄っているというか、ああいう派手さのある聞きやすい目の音楽の方に寄っている感じはしますね。セブンスブルースもね、ブルースと言いながら全然ブルースっぽい曲ほとんど入ってないですけど、いやそれこそ儲かりまっかぐらいか。コマさんこんにちはっつってね、この0時27分にこんにちははなかなかぶっ飛んでますね。コマさんありがとうございます。あっちゃんがダニエル・ホーテやったソアリング・オン・ドリームズをロックマンでやったやつが超やばいです。マニアック発言ちょ、ジンさんもっとポップな発言してもらっていいですか。今日250人見てるんでその発言はあの30人見てる時にやるやつですね。ダニエル・ホーがまずもう なんじゃそりゃみたいな感じだと思うんで。あ、海外勢ね。あ、びっくりしました。日本でこの時間でこんにちはって言ってたらもうブチ切れてるなと思ったんですけど、いますよね、そらね。海外の人も250人も見てれば。初期の曲で難しい曲はありますか。もう難しい曲だらけですよ、もう。ああでも、いやでもそうでもないのか。だからもうめちゃくちゃ意識してたんじゃないかな、多分弾きすぎないようにというか、あのだから例えば「だからその手を離して」デビュー曲のギターソロとかも「ドゥ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 。それはめちゃくちゃ意識してたんじゃないかな。もう早引きってば、あの早引きイコールモテないみたいな、まあ女にモテない、男が女にモテないみたいな、男にはモテるみたいな、男が男にはモテるみたいな感じのやつで、あの費用対効果激悪みたいな、めちゃくちゃ練習 して苦労して手に入れた技術で全くモテないっていうのが、まあ早引きなんですよ。それはなんかまあ俺らの話ですけど、まあ、それをまあプロの音楽産業に持ち、あの置き換えればもう全然売れないんで早弾きなんて、うん、だから早弾きやりまくってしまったら売れないっていうことが分かっていてやらなかったんじゃないかな、多分タック松本は。だからその、まあ、売れなくていいというかマニアックなアルバム、ウィキッドビートとかマーズとかではもう弾き倒してますよね、もうギター。だからそういうのはもう全部めちゃくちゃまあ難しかったり、コピーするのがめんどくさかったり、量が多い、ギターソロの量が多いとか早弾きの量が多いくてコピーするのがめんどくさいとかっていう曲はもういっぱいありますね。どの時代が難しいとかってあるんですか。まあなんでねざらっとこうアルバム単位で結構弾きまくってんなと思ってんのはセブンスブルースとか
いやまあランもかな、だからランセブンスブルースがめちゃめちゃあんま気にせずに弾きまくってる感じしますね、その売れる動向みたいなやつを。うん、でまあ合間のギターソロとかも結構弾いてるけど、なんかあれはだから早弾きと売れることをなんか両立したなっていう感じはあるのかな。うん、ゼロとかそんな言うほど早弾きでもないし、まあ印象としてというか難しいんですけどコピーするのは。うん、でまあだからよく言われている、まあギリギリチョップが難しいとかね、そういうのはまあ多少はあるんですけど、まあでも俺はだからまあ自分がちゃんとコピー時間かけてやって自分が弾けるからっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱりギリギリチョップとかよりもその辺のそのランとかセブンスブルースとかの曲の方がよっぽど難しいんじゃないかなという気はしてますけどね。うん、まあ基本的に最近の方が弾きやすい曲は多いと思うけど、でもまあこれ俺が言ってることなんで、俺がどん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 年々ビーズのコピーばっかりやって、もうビーズのコピーやって25年経ってるんですよ。でビーズのまあギターをメインで教えるギター教室もやって13年経ってるんですよ。そうだから俺が思う最近弾きやすいなっていうのは、果たして本当に一般的にも弾きやすいのかどうかっていうのがちょっとあんまりわからないというか、手癖のとこだけなんですよ最近って早弾きするのほとんど、うん、なんで手癖が分かりきってる人からしたら、そういう手癖しか早弾きが出てこなかったらめちゃめちゃ簡単に弾けるんですよね。でも手癖が分かってない人からしたら全然単なるものすごい難しい早弾きなので、ちょっとその難易度の感じ方みたいなのは全然違うんで難しいところで、270人に合ってる。タックがやるのってこう、あれこうかな、こうあ、じゃあこうでこうか、こう来てこうかな。シンさんこんばんは。これもう12時半にもなっているというのに同時視聴者数265人、すごいですね。